幻想Suikoden 2第3話分裂。やっとミューズについてね。いいよ、ジョイ。何？どうしたの？あの洞窟から出てきてから変だよ、二人とも。大丈夫、なんでもないよ、ナナミ。ただ、ちょっと疲れたかな。鳥だから随分あったもんね。それにしてもすっごい人。都市同盟の中心地だもん。デュナン湖の南のサウスウィンド、鉱山のピント、あとなんだっけ、ジョイ。学園都市グリーンヒルにトゥーリバー、この5つの都市とマチルダ騎士団がジョーストン都市同盟だよ。あのジョーストンの丘で盟約が交わされて、それが名前の由来なんだ。みんなで集まってルカを倒してくれたらいいのに。今多くの人がハイランドの攻撃から逃れてこの町に集まっている。上の方もこれ以上放ってはおかないさ。だよね、こんな大きな町が5つも集まったらハイランドだって一発だよね。ところでビクトールさんたち無事に着いたかな。探してみようよ。でもどこから探そう。そこのあなたたち、今ビクトールって言わなかった？あなたは？おお、リオ、ここだここ。先に一杯やってたぜ。ビクトールさん、フリックさん、よかった、無事だったんですね。すっごい、二人が酒場にいるってよくわかったね。よくわかった？誰が？ビクトール、フリック。あ、お前、アップルじゃねえか。いやー、久しぶりだな。解放軍の連中元気か？元気かじゃないでしょ。みんなどれだけ心配したと思ってるの？生きてるなら知らせくらいよこしなさいよ。ビクトール、お前、解放軍には俺から連絡しとくって言ってたじゃないか。ああ、いや、そのなんだ、バタバタしばってそんな暇なかったっつうか。忘れてたんだな。まったく、相変わらずなんだから。お知り合いですか？3年前に一緒に戦ったことがあるの。揃って行方が分からなくなって、てっきり死んだと思ってたけど、先日ハイランドの攻撃を受けた砦に似た二人組がいたって言うじゃない。内側から火を放って敵ごと炎上させるなんて無茶なことやるの、この人ぐらいだと思ってね。それくらいやんねえと、俺の傭兵たちがあの強王子に皆殺しにされてたんだぜ。ルカに会ったんですか？ああ、俺はいろいろなところを旅していろいろな人間を見てきたが、あんな目をした男は初めてだ。あれは地上の全てを憎んでいる奴の目だ。あいつにとって戦争は山火事みたいなもんさ。全てを焼き尽くすまで消えはしない。そんな。リオ、眠れないのかい？うん。見てよ、満月が綺麗。本当だ。砦から逃げた時は真っ暗だったよね。あの時僕はこの輝く盾の紋章を。僕は黒き刃の紋章を手に入れたんだ。本当にこの紋章で戦いを終わらせることができるのかな。あの時レックナートって人が言ってたじゃないか、世界が今この紋章の力を必要としてるって。きっとこの紋章が僕らを勝利に導いてくれる。僕は戦う。
この地上に平和を取り戻すんだ。君たちのためにも。僕たちのため？君とナナミは僕にとってかけがえのないものだから。アトレイド家に生まれた僕は望めば何でも手に入れることができた。だけどどんなに望んでも手に入らなかったものがある。それをくれたのが僕とナナミ。でも僕んちはオンボロで上位の欲しいものなんて何も。君たちの家はいつも楽しそうで温かい何かが溢れていた。それに僕がどんなに憧れたか。それをくれた君たちのことを僕がどんなに大切に思っているか。ジョイ、僕は誓うよ、この戦いを終わらせる。僕も誓う。ごめんね、ちょっと僕ルカの話を聞いて弱気になってたみたいだ。ジョイと一緒ならきっと大丈夫。この戦いを必ず終わらせよう。僕たちの大切なものを守るために。おはよう。今日も元気だね。ななみ、僕が朝弱いの知ってるだろう。だからもう少しだけ、うん、いつかみたいに水かけちゃうぞ。あ、それだけは。よろしい。はい、テキパキ顔洗って朝ごはんね。アップルちゃんがね、今日ジョーストンの丘にいらっしゃいって。ジョーストンの丘？ジョイ、もしかして都市同盟の市長たちが集まるんだ。ああ、すっごい人。おい、リョウ、こっちこっち。あっちの席にビクトールさんたちがいるよ、行こ。危ないよ、ナナミ、走ったら。おっと、急に飛び出すな、危ないぞ。すみません、だから言ったのに。失礼、レディー。行くぞ、マイクロトフ。聞いた？私のことレディーだって。ジョイ、今の二人は？あの制服とエンブレムはマチルダ騎士団だ。これよりジョーストン盟約により会議を執り行います。皆様ご存知の通り、現在ハイランドの王国軍はミューズとの国境近くに集結。まもなくこのミューズに攻撃を仕掛けてくるものと思われます。お待ちください、ミューズ市長。先日ハイランドは休戦条約を結んだはずでは。協定は破られました。ハイランドはすでに都市同盟領土に侵攻し、多くの村を焼き打ちにしています。情報では協定を破ったのはハイランドの方だと。それはおかしいぞ。村の焼き打ちは山賊の仕業であるとハイランドから回答を受けておる。少年兵たちを襲い協定を破ったのも我が同盟側ではないのか。何よ、あのヒゲだるま、何も知らないくせに。し、落ち着いて、傍聴席から追い出されちゃうわよ。アップルさん、今の人は？マチルダ騎士団団長、ゴルドーよ。傲慢で嫌なやつ。ゴルドー殿は我々とハイランドとどちらを信用されるのかな。それにビクトールの傭兵隊が山賊ごときに潰されるとはとても思えん。嘘の情報には惑わされぬようお願いしたい。この私が騙されているとでも言うのか。
これまでハイランドは国境を脅かすことはあったが、本格的に攻め入ってきたことはなかったはず。今回も同じではないのか。今ハイランドの実権を握っているのはルカなんだ。今まで通りなもんか。そんなこともわからないのか。ジョイ、傍聴人は静粛にお願いします。テント市長の言う通り、今回も国境付近で小競り合いをするのが関の山だろう。我々マチルダ騎士団が出る幕ではあるまい。我がグリーンヒルも長い戦いで疲れています。どうでしょう、もう一度休戦協定を結んでみては。ルカ・ブライトは鬼神のような男です。そのような甘い考えでは都市同盟を守りきることはできません。同盟の盟主ミューズ市長として都市同盟全軍の集結を命じます。やっと集結か。ミューズ市長さんがいてくれてなんとかってところだな。なんか変だね。みんなで力を合わせてハイランドを倒そうとは思わないのかな。ハイランドに滅ぼされるのは嫌だが、完全に協力し合っているわけでもない。それが都市同盟だ。一国で保っているハイランドとはちょっと違う。だからこうして状況が切迫しねえと動いてくれねえのさ。それまでに一体どれだけの犠牲が出ると思ってるんだ。ジョイ、ごめん、なんだか気分が悪いんだ。先に戻ってるよ。ジョイ、待ってよ。大丈夫、私も行く。リオウも行けよ。ここにいたって向かっ腹立つだけだ。ビクトールさん、ん？お願いがあります。僕たちも一緒に戦わせてください。リオウ、少年兵の頃にやっていた戦いとはわけが違う。人を殺すんだ。しかも相手はお前の故郷だ。決めたんです。だからいいんじゃないか、ビクトール。リオにも戦う理由ができたんだろう。仕方ねえな。無茶だけはすんじゃねえぞ。はい。ナナミ。あ、リオ、もう遅いよ。何してたの？ごめん。ジョイは大丈夫？部屋で一人になりたいって。本当にどうしちゃったんだろう。ジョイ、大丈夫？お薬もらってこようか。リオ、もう大丈夫だよ。よかった。あのね、聞いてよ。さっき僕ビクトールさんに。リオ、ん？この戦いはすぐには終わらないね。君はナナミとどこかへ逃げた方がいい。ジョイ、君たちのことは僕が絶対守ってみせる。だからリオ、君は逃げて。いやだ！それ以上言ったら人参食べてやんないくらいじゃ済まないからね。ずっと一緒だって約束したじゃないか。一緒に戦いを終わらせようって。そうだったね。そうだよ、ジョイ、きっといろいろあったから疲れてるんだよ。少し休んで、晩ご飯になったら呼びに来るからさ。ありがとう。リオ、ごめんよ。市長、報告によりますと、ハイランド軍の兵糧は約10日分。このことから間もなくミューズへ進軍すると思われます。同盟軍の集結にはあとどれだけかかる？3日ほどかと。それでは間に合わない。もっと急ぐよう伝令を出せ。
それから門の警備を厳重にしろ。わかりました。ハイランドに都市同盟は決して降伏などしない。どうした？一刻も早く伝令を出せと言って。お前はさっき議場にいた少年。こんな時間に何の用だ？あなたの命をもらいに来ました。ビクトルさん、ジョイ見なかった？あや、こっちには来てねえが、いないのか？おかしいな、どこ行っちゃったんだろう。おい、大変だ！ミューズの市長さんが何者かに刺し殺されたってよ！なんだって？本当かそれは？一体誰に？逃げるとこを見た役人さんの話じゃ、犯人は少年だったって。今警備兵を呼びに行ってる。少年？警備兵の皆さん、あそこです。間違いありません。今日会議場でアイスらと一緒にいたやつが市長を。まさかジョイが？その少年はどこです？かばい立てするとためになりませんよ。ジョイがそんなことするわけないでしょ。うっ、今度は何事だ？奇襲です！ハイランドが攻めてきました！門が中から開かれ、何者かが手引きしたと思われます！何？かばうな！女子供も殺せ！豚と虫けらに慈悲など必要ない！おい小僧、いい働きをしてくれたな。ミューズの市長がいなければ都市同盟の結束など簡単に崩れる。それにしても峠で俺に殺されかかったというのに、見上げた忠誠心だ。さすがアトレード家の人間というところか。はい、ルカ様。おい、何が一体どうなってやがる。とにかく脱出だ。ここにいても捕まるか殺されるかだ。走って、リオ、ナナミちゃん。はい。なんで、わけわかんないよ。ジョイ、どうして？ジョイ、逃げてくれリオ。